くらえ。おはさんです。はいさんです。今日はシンプルに行きましょう。これは多分おそらくですね、タッカーの家ですね。これエイダタッカーいるので、ただこのタッカーの家入れなかったはず。タッカーのプラージュとかいろいろ落ちて、結構こいつらとやりまくってんだろうな。とりあえずね、このタッカーの家って入れないんだよね。で入ってみてっていうことですね。いろいろ落ちてると思うんだ俺。タッカーのブラジャーとか落ちて、そうですね、今日エイダタッカーだからほとんど若い時はエイダです。壁抜き閉めようにもこいつら邪魔だな。フリーカーは使えないのでおそらくバイクで行くしかないと思うんですけど、うわ厳しいかな。ブースト使えないんだよね、キャンプの中だと。いいじゃん、いいのがあったよ。ここ登れない。来た、これは使える。終わった、動けねえ、降りることもできねえ。図書庫罠作るなよ。図書庫を捕らえるための罠だろこれ。何の上から落ちると倒れない結果なバイク。あ、いえ、倒れた。そうなんだよね、上から落ちるとバイク倒せた、そんな気がした。さようなら。これを利用して中に入ろう。よし、お、セル。やっぱエイダオンに近い感じですね、あの輝きは。これ入れるかも。入れないか。やっぱセキュリティが硬いね、タッカーのブラジャー。いけなくもないと思うんだけどな。都市コレーダーがない、まだいけるって言ってるからいけるはず。ここに薪を置いといたのが、お前らのやっちまったなだ。くらえ。うん、入っちまったタッカーの家。そしてもう終わり。ここなんだよ、この地味に家具置いてある感じ。タッカーとの面接室よ。エイダさんとここで話し合いするわけね。くっそ、こっちの奥行きてんだけど。ダメだ、別の穴から入んねえと、タッカーさんの真実の姿は見られない。しかし、家具が設置されてるあたり、ねえ、本当は入れるように設定してたかもしれないですね。どうしよう。他の入り口探さねえと。何これ、なんか影があって入れない。まさかの家具に囚われるっていう。ただ中は見えますね、初めて見た。水道あるし、ちゃんと2階行ける。これ出せよ、クソ、どうなってんだよ。冷蔵庫かこれ。
冷蔵庫のディーコンじゃねえんだ俺は。RD じゃねえんだよ。ちょっと待ってくれ。中の様子は見れない。コンロついてんぞおい。地味に家具ついてんじゃねえかよ。ちょっと、まさか家具があるとは思う。家具で俺を防いでくるとは。ここどこだよ。くそ。入れて。うわ、家具のディーコンになっちまった。まさか家具が、家具で塞いでおいたわけですね。さすがだわ、エイダタッカー。エッジだ。はしごをつけたからには何か理由があると思うんだよね。本来入れる場所だったんじゃないのかな。よっしゃ、冷蔵庫じゃなかったかお前。俺さっきここにいたんだな。俺さっきここに閉じ込められてたんだ。すげえ、やっぱ家具とか超綺麗にあるじゃん。さすがタッカー、なかなか現代風の水道。すげえ。ドアとか扉とかは開けられませんけど。お前らバカか。俺はもう家の中に入った。はい、終了。うわ、こん中入りで、こん中に宝物があるはずなんだが。さすがに2階から壁抜けってはちょっと厳しいな。すげえ綺麗な冷蔵庫。まあ、若干こう、家具が設置してあるところを見ると、少しタッカーの家に入るようなミッションを入れようかなとか、制作者さんたちは考えてたのかな。ここから出れたりする？出れない。なかなかいい家に住んでやがるぜ、タッカーさん。なんか処理されてないアイテムとかあったら面白いけどね。なかなかそういったものは見つからず。何の用だ？ダメか。この家も開かない。開かない家結構あるんだな。俺に入れない家などない。こっちがタッカーの家か。あ、今日から俺の家だ。空いたからな。やべ、タッカーと寝るしかねえよ俺。意外と家具揃ってんだな。この奥にはいけない。お、ここは武器屋の家か。どうした？いや、不法侵入しようかなと思ってね。やっぱ入れないな。うわ、収納成功だ。ここにしまったんだよ俺は。お片付けしたんだけど取れねえわもう。あ、お片付け成功。妖怪じゃない俺は。よし、六六尾侵入。おい、いきなり罪だ。棚みてえのあんた、ただお変わってんなこの家。なんか牢屋みてえ。くそ、この隙間から覗くしかねえわ。何かいるか？